パンガー湾パンガー湾は、プーケット島と、台南部のマレー半島に囲まれたアンダマン海域、400キロ平方メートルの湾。1981年湾周辺域は、パンガー湾国立公園に指定された。国立公園は、パンガー県内に位置する。パンガー湾の島々、パンガー湾国立公園は、2002年8月14日、生態系の国際的重要性から、 ラムサール条約に登録された。パンガー湾は、水深の浅い湾である。湾内には42の島があり、長艦隊森林湿地、28種類のマングローブ、モバ、サンゴ礁などが見られる。このような湾内では、世界的に絶滅の危機に瀕しているクロエリシロチドリや、シベリア大橋シギなど、少なくとも88種の鳥類を見ることができる。さらに、魚類十二種、 爬虫類18種、両生類3種、哺乳類17種。哺乳類にはジュゴン、シロテテナガザル、スマトラカモシカ、スナメリなどが生息する。1万年前頃はパンガー湾の海面水位は低かったため、現在のプーケット県やクラビー県から歩いて渡れたと考えられている。パンガー湾内に存在するジェームズ・ボンドの島として知られるた、プー島。 パンガー湾の群島の中で最も有名な島はタプー島であり、ジェームズ・ボンドの島として知られている。この島は石灰岩でできている海の中に針のように立っている島であり、1974年に公開されたジェームズ・ボンドシリーズの007黄金銃を持つ男のロケ地となった。この映画が有名になったがためにタプー島は多くの人々に ジェームズ・ボンドの島と呼ばれるようになった。なお、この映画が公開される前はタップユ島を訪れる観光客はほとんどいなかったが、この映画の公開が天気となってタプー島は一点有名な観光地へと変貌したのである。ただし、このように観光地となったことで観光客がゴミを散乱させるなどの問題も起きた。パンガー湾では地域コミュニティの中に 豊かな文化が残っており、魚老、屋根を吹く、ニッパヤシの収穫などが見られる。また、景観が良く、戦術のようにラムサール条約に登録されるほど貴重な生態系が残っており、さらに石灰岩の壁に描かれた千年以上前の絵画などの考古学的に価値のある遺跡が存在する。このほか上記のように映画のロケ地ともなった。これらの理由により、 タイ国外から多くの観光客がこの地を訪れている。ありがとうございます。